ってきまーす。意外とうまそうでしょ。おすすめある。あ、使いたいのないの？おすすめジャングル。おすすめジャングル。うん。いや、簡単なのか教えてほしい。簡単なやつ。タロンとか使ったことないの？ないよ。ないか。むずいよ。ザックはザック。ザック強いよ、ザック。あ、ザック行くわ。やっ。見たぞ。はい、見たぞ。ザックジャングル。でかすぎる。でっ。はい、お願いします。お願いします。お願いします。まあ、とりあえず猫バンしとこうか。うん。紛らわしいからね。へえ、犬派なんだ。希望ある？なんか使いたいチャンプの苦手キャラだからこれバンしてほしいなみたいな。使いたいチャンピオンがまだピンときてないんだよな。ピンときてない。サイラス、ヨネ、ヤスをやりたいな。ベインのカウンターなんだ。あ、ジグスバンしとこうじゃ。あ、ジグスはあれよ。あ、ハラス系きつい、ハラス系。落ち着いてるよ。これピック順的にベインどうなの？あ、やんないけどね。警戒してるよこれ。スタミナ弾。さっき頑張ったもん。まあ、まあでもハイマーティンガーはバンしとかない。だって、うん、もし万が一出てきたらダルいっしょベインで。ダルい。ダルダルダル。マジで。なんと理解しがたい。ズータン取ってきそう。怖いな。まあベインとりあえず取っといていいんじゃない。うん、最悪取っといてるし。ちょっと早めにだろ。やるんだったら早めにだろベイン、うん。そんな強いんだ。めっちゃ強い。今勝率あいつ 53% よ。やば。自分見てるとかやと 54. 何ぼとかやで。やば。やばい。リーチ。シーンはマジでやばい。やめてくれ。やめてくれ頼む。それもまずい、やめろ。ダメなのばっかじゃん。逆に何がいいの？じゃ入ってきそうなやつ全部ダメだから。おっ、あ、出た。殿下の宝刀。うわ、やろうとしてる。ガチか。うわ。いや、マジやめてほしいな。いや、マジやめてほしい。マジでやめてほしい。守ってくれ、これはさすがに。おいばっかじゃん、相手。これ、ヨリック出していいよ。俺、ヨリックやるわ。あれ多分脅威サイオンだよ。これね。いいよ脅威サイオンで。なんかミッド脅威サイオンじゃないこれ。そうでもないから。アムとザックどっちがいいかな。アムム。アム？ザックでいい？ザック行くよ。アムム。アムのが強いよ。アムのが強い。じゃあアムにするわ。アムにするわ。いやアムにする。オッケー。いや勝ちたいという意志。そうだよそうだよそうだよ。今あったね、今あったね。そうだよ。信頼増えたね。オッケー。ラカテマやろうかな。ラックス。サポートの可能性もまあなくはないけど。いや多分ミッドだと思うんだよね。どうしようかな。ベインいるし AD でもいいよ。サポートなんか希望とかある？守ってくれるやつがいいな。あー。ソラカでも全然。ソラカとレンガーとか頑張れない？あー確かに。スレッシュ。あれ。スレッシュできない。ルルとかある？あ、いいじゃん。あー、でも間に合うのか、間に合うのか、それどういうこと？一人だけまで消えてそうじゃない？隣の人消えてそうじゃない？ルト使う時にはこれは大丈夫。コソディン、コソディン、あーなるほど。ニピアサポートだ。アニビアサポートだもん。じゃあ見てサブルーン何これ。 MR でもいいか。カサリン。うん、あーサブ MR にしとこ。何をメインにしてる？フリットじゃない？じゃあ、波動で、ショッキング首、ウルトのやつ取る。なるほどね。チナジワイトでいい？でいいんじゃない？好き好き好き。オッケー。やべ、あ、まあ、拾った。アップネームよし、マジかと。ガチ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 。マジかと。勝たないとポイントがないでしょ。やっぱ勝ってほしいからね。うん。そう。セロスさんトップ？そうだよ。セロストップだ。あれさっき役職ってかあれロール書いてあったよ。マジか。ああそうなんだ。何上げなんすかね。ダブルか。ダブル、あ、はいはい。ドラシ持ってくる。これティア持ってくる。
忍者ちょっとスタート入ってなんか詰め替えのためにダクシだったりドラシだったりまあ いろいろな気がするけど、サモナーズめちゃかっこいいでしょ。よダクシにしよう。いやシャルシーどうやって回ったらいいの。30秒。これクリア。わかんないって、あこう、うん、こう、うん、こう、こう、こういいよ。あーオッケー、よかった。ゴーレム変わると時間かかっちゃうから。はい。あ、うわ、え、人狼。あ、あ、ミニオンが出撃しました。誰も見てあげないの。むしろおめえらが人狼だよ。入り口。いやだって自分は最初に下に走ったから。なんでなんで誰も見てくれてないの？スタートアイテムに夢中だったから。なんでお前らミッドレーンに通したんだね。大事にアウトよこれ。申し訳ないなと思う。ここは誰よ？ここは誰？赤取りない。ワンチャン来るかもそれ。うん、なんかワンチャン来そうだけど。あーやばい。いや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 。やばいやばいや。オッケー。誰も行く下行くか。もうファーマシー。いやいやいや行ってよ。もう取っちゃうわ。取っちゃうわもう。かっこいいマジこのスキン。いいだよね。いいだ。ハビーやっとめっちゃ久しぶりだ。本のプレッシャーが。ファーム早っ。連頑張ってね自分。連何もできないからねこれ。わかった。これね。ラックスに切りやっちゃったのか。行って。ラックスどやば、ロンソ買ってるし、えぐいなあいつ。なんかいけロンソ。ロンソえぐいな。あちこれあれか、もともとロンソだったのにドラリン足したんだな。いやちょっと待って、これ CS 取れん。アニビアエズ、いやまあどうせ取るし。まあまあそうですね、 CS だけやからな。強いのこれ経験値だけ欲しいな。多分普通に来る。相手の中にワード刺したのシャウさん。俺だよ刺したの。ありがとう。うまい。シース。ナイス。助かるそれ。信頼ポイントゲットや。今のめっちゃうまい。アームさえできれば俺最強だから。アミもしかしてそっからガンク？いやいやそれもしんどくと。ちゃ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 。ええここ行く。になるのかリコールするのか。これって湧くの？まだ湧かない？湧く。もう湧くよね。自分大砲取るよこれ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと話するわ。ガンクしてから行くわ。ガンクしてから行く。いやいやいや大丈夫よ。あこれね、ねいいいいバックでいい。ねね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 。ミニごめん。あ大丈夫大丈夫。それもうここ捨てるわ。ここ捨てるここ捨てる。オッケーオッケーオッケー。オッケー。ありがとう。それね、マジでやばい。マジでやばい、それ。よく生きた。まあ、この時間しょうがない、この時間しょうがない。そうね、この時間しょうがない。仮想の時間待ちます。耐えよう。いや、あれ取れるかな。取れんじゃん。カトル取ったわ。ナイス、でかい。あ、アニビア見やん。アニビアいない、アニビアいないよ。オッケー。じゃあ、CS 取れてるやん。ナイス。いやめっちゃ頑張ってる。レンガボット側、レンガボット側。ポンのね、ポンのプレッシャーがえぐい。友達が欲しいな。レンガ多分下のカニ取りに行ったと思うんだよね。うん、オッケー。返しで。いやこれ。何？助けて。助けて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 誰か。あ、これは無理だ。これはちょっとフラッシュアウト。これ無理。ごめん。ねえ。まあ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 、まあ。オッケー。いやきつい。これ間に合うかなリコル。スタこれワンチャン。ワンチャンガンクある。いや無理かな。経験値だけ吸わせてこれ。もうダイブされないようにぐらい。あーこれあ狙うならアニビアね。もしオッケー。フラッシュない。行こう。うますぎて笑った俺。ラックスのテレポートだけある。オッケー。テレポートだけちょいで。はい、ちょうだいちょうだいちょうだいスタちょうだい。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。はいはいはいベインよ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 。愛してる愛してる愛してる。ナイス勝てるぞ。勝てるマジで勝てるマジで勝てるぞ。これもうん、なんか駆使しきれん多分。そうね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 。ジャスキルマジでナイス。
うわ、しかもムーンクイバーできた。これはスーパースパイク、イモータルできたらもう最強。まあ強い、これと割とレン強いけどね。や、ダメ、これ帰っちゃあかんのか。W 上げか。サマースペイもっとどうだっけ。アニメやフラッシュ使ったっけ。あー、あの、もともと使ってた。そうか、使ったっつってたな、そういえば。ラックス6。オッケー。あんまマナかっついな。ミトレノーマナこいつ。オッケー。トップはなんか平和だわ。はいはい。ええ、これガンクできる。フラッシュないこいつ。了解、フラッシュない、了解。プレッシャープレッシャー。ああ、それ走ってるけどどうだろうな。いやいい。あ、いや、とりあえずいける？いけそう、いけそう、届きそう。余興見せるわ。ごめんごめん。ブレーターでもよかったかもね、それ。ああ、なるほど。ブレーター強いよ。いって！あ、でもなくされちゃったか。ラクトリコールした。あ、テレポートした。おい、うわ、ドラシノが良かったな。これロングソードマジできつい。魂めっちゃ回収される。いや、これ怖いな。でもアニメは、あ、これに逃げる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 逃げれる逃げれる大丈夫、ね、逃げれない多分。逃げれないか。レンがいたんだよな。レンが来るわ。ミスった、ソリ。お前お前お前、このままドラゴン行っちゃうかな。CS は取れる、多分 CS は取れる。オッケーオッケー。待て待て、相手が強いんだが。トップは平和よ。なあ、こっち後半だべや。後半絶対シュータン戦強い。メインロールのジャスいるよ、うん、いや死んだ、助けて。行く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 、助けて。今近寄ってる近寄ってる、頑張って頑張って。ちょっとちょっとちょっとするわ、ちょっとする。ラックス乗ると強い、ラックス乗ると強い。ラックス乗ると強い。あ、これラックス行こう、ラックス行こう。いってるいってる。フラッシュない、フラッシュないフラッシュないフラッシュない。いや、これレーン俺やばいわ。レーン行くね、さすがに。ナイス、はい、ね、ん、敵を倒しました。おいしいこれ。ジャス、はいはい。まあそうか、慣れてないか。今すぐいいできた、今すぐいいできたよ一応ね。え、だっていい人倒せなくない。いや違う違う違う、ここに壁飛んできたから。まあ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 、まあ、細かい、ちょっと細かいかもしれない。いけたあれ今の。いけたいけた。今のはちょっといけた。今んとこ見えてないから、人狼がちょっと怪しいとこつついた方がいい、ね、そう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 、俺もちょっと、ね、細かすぎるかなと思って。ありがたいよ。ごめんねごめんね。真面目にやってもらわないと困るから。結構見えんのが俺だからさ。一旦勝たないといけないから。そう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 。一旦勝たないといけないから。ポイントもらえない。このタイミング真面目でやってもらわないと。そうですそうです。マジファームきつい。ブルーは空いてます。7レベマ、なんで。オッケー、ヒロイニックはダルさん注意かな。まあワード刺さってるから全部見えてるけど、これできんのか。ちょっと待って、だいぶしてほしいかも。アニビアいない、入ったかも。結構ヘラルドの方までブルー行く、ブルー行く、ワンチャン行ってるかもしれない。うわ、走るけど。ずーたん大真面目、さっき違って。さっきも始めだったか。あ、レンがいるわ。うん、タワーでいい、ゆっくりでタワーでいい。俺ら行くから、そう、この後。あ、ヒールありがて。いや、いいよ、俺リコールするわ。初めの体力がない。フラッシュも湧いてるよね。湧いてない、湧いてない、湧いてない。急にゼロ。あ、湧いてるわ、嘘ついた。オッケー。あ、アニビア。帰ってきた。帰ったわ。帰っちゃう。オッケー。レンガー対策で早めに旅買っちゃうわ。俺このコントローワード俺のだから、ちょっと更新してほしいかな。こっち側見れない。やばい、なんでポンさんあんなうまいの。アニビア、どうしよう。ボット苦しいな、もうしょうがねえか。あるな、まあ、ピックなってたんで結構あれやから。でも集団戦最後最後最後あれなんよね。このタワーが先におられちゃう本番よ。
一回つかけるわ。ヘラルドだけ絶対見といてほしいかも、これ。むずいこと言ってるよ。トップ勝ってるからトップムーブでいいよ。ヘラルド勝ったりとか、そしたら俺ら寄れるからこの時間帯。あ、そうね。ドラゴンよりかヘラルド優先でいいかも。トップどっか行って帰ってこない。あ、見えたわ。え、これ触っていいってこと？触ってもいいよ。そう、触っていいよ。オッケーオッケー。俺が寄るわ。これワンチャン行ってもいいかもしんない。ああ、まあ、触るか。ワード更新するわ。調子乗ってんな。でも削られる前に行きたいな。ナイス。入る、行くわ。いけるか、これ。え、ドラだよ、ドラだよ、ドラだよ。あーでも結構フラッシュ使った。エズ、アヒリアも。エズはエズは使った。これいらん。いいよスタンミン。オッケーオッケー。いや今のいいフラッシュできたな。ごめん。まあまあでも。ボリンちゃっていいよ。全然全然。よかあーそれカームしてからできる。あーこれなんかボットがなんかいるかもしんない。ラクティとかも。逃げる？いやあー一応最悪テレポートできるけど。ウルトで。タワーおろうか。あれウルトない。大臣人狼じゃないとクソ喋るやん。ウルト俺62秒よう喋るなマジで。めっちゃ喋るやん。隠しろやから背面とでしょ。あ出していいの出していいの。人狼って疑われる必要ないけど。オーケー。背面次第よマジで。明日。ああボット今消えた。アニビはそっち行ってることはない。エリートやってる時めちゃめちゃ感覚も来るし。慣れてるロールだから喋れるとか言ってたけど連きつすぎて全然喋る。見れん周りの画面。ちょマジ任せるわこれもう俺自分のプレイしてしていい、うん、人狼任していいスター。あ俺がいやいやいや俺じゃあ俺が担当俺が探偵するわ、うん、任して今のところ出すよまあまあまあ今のは今のところ今のところね、うん、まあ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 、まあまあ、話をするとジャスね今のところまあまあまあ待って待ってポップにレンガが来た。オッケーよりくつー、ナイスイナシ。頑張れ、うえい。飛ぶわ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。いいね、飛ぶでかい。それ走っちゃう、俺も走っちゃう。うわ、待って、ちょ待って、ミッドか。あ、アニビアに止められて、俺走ってる、走ってる、走ってる。壁が飛んできた、ちょ待った。俺今から。やばいか、シャドさん。走ってる、走ってる、走ってる。ウルタル、ウルタル、ウルタル、ウルタル。オッケー。スターが来てる、スターが来てる、スターが来てる。うまいシャルさん。はい。あら。うまい。おい。ナイス。やばい、フォーカスがやばい。いや相手のフォーカスが上手かったものナイス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 全然いい全然いいんだからマジか今の止められんのかテレポートでラックスがウルト打ったミッドからオッケーじゃあ俺がミッド一回入るわ、うん、もっとこれガンクしようか俺テレポートでああ来たらあのエズリアルね狙ってマジでいい位置にある TP ワードじゃあテレポートするよあ、9使っちゃった。あ、9使った、9使った、アニビア9ない。いける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 。アニビアでもいいかも。いくよ。狙えるんだったら。アニビア。アニビア。あれミッド入ってるね。はいはい。ナイスー。ラックス今から。味方が倒れた。オッケーオッケーオッケー。いいね、トップ側先に倒したから、ボットもうおられても全然大丈夫だと思う。ワード刺してくる。くっそ順調なんか順調だねナイスブルーこれ取れたらでかいよねでかいでかい超でかい相手誰だっけこれ人狼誰いやマジむずいよ今のところマジでむずくなってるこれもうスタにもお願いしてる俺これ超むずいぞ集中するぞあーそれ狙ってもいいよそれオッケーオッケーまあ俺の目からアニビアといいアニビアといいいける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 いや持って行ってよいや俺持ってかれるかもこれやばいあーキャストリキビさんごめんバンミがピュア人狼やばいこれ下がった方がいいやばい俺フラッシュないナイスウルト立ったらダメおーアライさん来んなえ嘘でしょピュアだナイスバック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 ナイスダムキありがとうバック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 ラックス来るよラックス来るよラックス来るゴブだ危なナイス超反応出たバロンが出たなだいぶだいぶ照明できた今のドラゴン50これ行こうぜこれ行くオッケーオッケーオッケー来れる来れるオッケーオッケー
な、勝てそうじゃない普通に。待って、一人で勝った、うん、ナイス、ウェーイ通用、マジか。レガ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 レこれ、こっち全部ねえわ。一応ウルトある、うまい、カウンターでないよ、卵ない、卵ないよ、うまい、うまい、ナイス、ナイス、助けて、ザミ、うまれうるぅうまいどうぞ、これ人狼いない、頑張れ頑張れ頑張れ、いやだだ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 、これ人狼いない、また人狼がいない、いないぞ、これいない、ゼロ人、はい、これどういうことだ、ゼロ人、マジむずいんだよな、さっきも最後の辺までわからんかった、そう、わからんかった、終盤になるとわかるんだよね、焦りが出る、やっぱり、まあ俺20だと思ったんだけど、ビッドとかよね、結構C ラインは、ちょっと誰かビッドのホーム、はいはいはい、食います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 、ドラゴンどうする、ビッドじゃなかった大丈夫、俺テレポートないしアルティメットもないかな、ドラゴン、でも俺もルートがない、ちょっと誰さん寄ったことない、自分もルートないね、一応寄れ、でも俺よ乙女ないよ、全員重要なウルトないし、次でもいいんじゃない？乙女ないから、うん、表記は違う違う、あ、バグって表示バグか、味方のタワーが破壊されました、レンガここもらっていい、ゴレム、あ、いいよ、全然いいよ、あ、オッケー、ありがとう、ラックス行きたい、これラックス行きたい、ラックス行きたい、オッケー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 、フラッシュある、あ、ね、こっち来てる、今ミッド来てる、ミッド来てる、ナイス、これこれいいよ、はい、ナイス、それミッドやってる、ミッドやってる、ミッドやってる、行くか、厳しいか、そうね、なんかいや待って、これ俺スターウルトウルトないウルトないウルトない、いけるいける、いける、参る参る、信じるぞ信じるぞ、いやいや、きついから、ウルトしない、オッケー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 、フラッシュならないやめとこ、ヨリックをしてるし、ドラゴン多分枯れると思う、ヨリックヘラルド、ヘラルドやるわ一人で、あーまあそっちもいいか、ここにレンガいる、一緒に遊んでよ、レンガ F ない、了解、ドラゴン捨てちゃうや、オッケー、ドラゴン捨て了解、ペインミッドのがいいかも、これ取ったらいいか、ナイス、ドラゴンがきついか、ちょっとそれ2個取られてるね、まあその分ヘラルドこっち2個だから、俺がボット行こうか、いや俺ボット行く、オッケー、テレポート上がるからトップでいいよ、これ自分のために使っていい、問題ない、本当に出そうか、あ、ミッド欲しいな、でもちょっと。ちょっと欲しいよね。ちょっと欲しい。うん、ミッドちょっと欲しい、これ。カサディに TP あるし。ミッド行っちゃっていい、これ。ミッド行っちゃっていい、ミッド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 、雷神生き生きしてるね。そうだよ。楽しいわ。そうなんだな。やばい、これは楽しい。喋りすぎたもん。うまい。いけるいける。惜しい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 。まだない俺。帰る。セカンドタックルまで入れよう。無理か。まあ、リコしちゃできることない。ボットある。いいね、下がろうか。勝てるぞこれ。代わりにトップに来てる。あら。でもめっちゃ育ってきた。え、これもうあのバーサーカーやめたがいい。バーサーカーでいいよ。いや、バーサーカーでいいと思うよ。フィールドわかんねえよ。OPGG 通り行こう。で、グイーンソート。どこへ行けばいいの？これ、インティングタワーバキバキ。あ、いやいや。めっちゃレベル差ついてるやん、ナックスと。テロさんガチやね、今回。ガチで？さっきもガチだったよ。さっきの人狼じゃないけど。その話をすると だいぶ目がね、マジなんかミニオンでタワーでなんかミニオン消してくる。ねえ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 、ごめんごめん、大丈夫、青鳥、青鳥に、青鳥にびっくりした、普通に鳴らしちゃった、ごめんごめん。レッド取っていいよ、リコールしてブルー側行くわ、相当育ってきた、グイーン層できたらもう俺もう無敵、いや俺がもっといける、うん、いけるいけるいける、向かってる、ヘラルドで次ドラゴンファイターになるから、ヘロスさんプレーター使ったね、落とした、あららら、青取られてるかも、俺ないかもしんない、いや一応見に行くわ、生きてくんね、
オッケーオッケー。ファイトになったらファイトで、それはそれで問題ない。あ、了解。あれ結構硬いぞ。あるわ。これ今からボットタオルからね。はーい。いや、これ近い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 。アニビア近い。待って、こいつ強い。待って、エイズめっちゃ強いかも。いや、マジ強いよ。ここに TP ワードあるよ。ここに TP ワードある。あ、ボット。飛ぶ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 。そっちに行ったそっち行ったのね。了解。フラッシュまだない。あ、ラックスもいた、ラックスもいた、ラックスもいた。見てほしい、これ。いや、いける、いける。これ、殺すよ。これ HP 怖い。フラッシュないから俺怖い。うわぁ、カズイン。うわぁ。見通すよ、普通に。見通しちゃう、見通しちゃう。トリプルウェーイ！ナイス TP ガンって俺。下とこアニビア。オッケー。味方がタワーを破壊しました。やっぱライジン賢いよ。賢いよ。何やねんそれ。お前の話。何やねんそれ。はい、塩梅がむずいんだよ。あ、ごめん。ごめん。何やってる？え、ちょっと何何何？今のは違うな、忍者な。ドラゴン1分、ドラゴン1分、ドラゴン1分ね。まあ、1点加点とね。ドラゴン1分。加点されたね。ドラゴン1分ね。オッケー、はい、了解。ハルブレーカーできたけど、一応ちっちゃいのもらっていいか。オッケー。はい。うん、ドラゴン寄っといた方がいいかも。うん、ドラゴン寄っといた。マジ信じて。オッケー、オッケー、オッケー。ベインだからね。もうちょいでグリーンソルできる。もらっていい？シャルさん、それちょっともうちょいでグリーンソルできる。あ、オッケー。敵に傘を止められるツールがマジでほぼないぞ。確かに俺が持たなくてもいいお金もうライでいいか。うん、いやでも触った時に壊したことない。十分金あるだろ。うん。ワード壊しに行きたい。普通に何もしなくてももう俺15だからね。15？ うん。あ、ちょっと待って。ジャズのリコールタイミング悪かったからこれ取れないけど、ドラゴン。だってエズリアルに存在されたんやもん。それ無理だ、それ無理だ。ああね。相手したくない？そんなことない。あれ売れてないよ、20秒。取り返す。バロン行ってもいいよ。ヨリック TP あるし。うん、俺もっと TP あるし。行ってもいいよ。あ、レンが下側行ってる。どこ、これ。やろ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 。あ、バラバラバラ、はい、バラの妖怪、バラの妖怪。あ、なんかトップ帰ってったよ、レンが。え、でもなんか迷ってる。え、いける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 、これ。いけるいけるいける、全然いける全然いける。神反転ね、来たら。あー、オッケー、妖怪。来たらでいい、来たらでいい。ずっと殴る、俺。うん。はい、いける。うわ、早くね、それ。ゲーマースイッチだ。え、待って、何も言わないで。待って、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 わかんねえこれ。いやマジマジマジ。いや俺もカサディン使うから。強すぎるかも。俺もカサディン使うから。俺もカサディン使うからわかるんだよ、届くのが。まあ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 、ハルずっと強いな。勝てる。あ、最強だ。マジかこれ。いやこれなんで俺なんだよ。なんで俺なんで。違う違う、いやシャルシ、俺さ、あのフラッシュインとかマジ華麗だったよね。まあ、いや俺スタンミはね結構信じてんだよね。なんでかっていうと、まあ、頑張ってる感すごいあった。いやそれはそう。フラッシュでしょ。とかはポイント高い。そうでしょ。伝わってるちゃんと。嬉しい。ちょっと俺強すぎるかもしれない。強すぎ。なんでよ。お前黒いんじゃん、触んな。お前黒いんじゃん、触んな。お前黒いんじゃん。トキシックプレイヤーいるって。触んな、くんな。え、なんでじゃあ黒いの。いや、明らかにちょっと黒い気がする。なんでよ。
見ろよスコア。まあ、レーンは確かに CS はちょっとエズ。まあ確かにスコアがいいな。スコアは見てよ。足りないんだよ。だからしょうがないんだよな。スコアは割と。むずいな。CS はそう。そう CS はちょっとしょうがないとこあるマジで。マジできつかったレーン。どうしよう。これね、俺予想なんだけど DFM 喧嘩してる。またやん。ずっとヨリックの処遇で喧嘩してるこれ。いつもしてるやん。これもう無理だね。止まんないね、カサディン。カサディン無理だよな。16なんちょっとし。無理だね。ゲームでやってて触んながら。さあ横の武士来い。フラッシュある俺。待て。味方がタワーを破壊しました。一人押してまーす。よりくまってたら勝てそう。はい、切れまーす。ちょっと待って、下がって、自分ちょっと取る。やばい、頼む。あ、言うても危む。本店待って、切れたー。ウルトする。ナイス、俺体で受ける。ナイス、俺ヨリックだから押しちゃうよ。ナイス、ナイス、ナイス。うまい。俺下がるわ。いやいや、もうそれ違うよ、それ違うよ。オッケーオッケーオッケー、危ない。ナイス、はい。イエーイ。マジかこれ。ジジだ。ジジイ、これジジイ、グッドゲーム。だってもう終わりよ、ほら。やだー。ここまで来てる。これどうなってんだ？これこれ。これこのゲームね、心臓が頑張んないとね。マジ。むずそうだったね。これカサディンっていうピックもね、結構極悪。いやカサディンはみんな感じてたもん。悪いけど。カサディンより結構極悪だと思う。これ、雷神がこれで人狼ってことはさすがにないやろうから。これで人狼は最高やろ。いやこれね、これはこれはもうほんと細かいところ見るしかないけど、細かいところで言ったらもう娘がねやってたかな。おい違う、今ベインのこと言ったの。なんで匂いじゃないよ。違う違う違う、娘がね、娘、いやベインのこと言ったの今。娘がね、最初ボットになんかガチャガチャ言ってたよね。そう言って、いや見てないからさ。いや明らかに戻るよ。戻ろう戻ろう。勝利したチームゲマゲマの皆さんから質疑応答の時間。一人を指名して1分間、あの時のプレーはどうだったんだとか、なんでそういう風な感じだったんだとか、喋ってなかったんじゃないのとかっていうことを、質疑応答していただくという時間を設けます。こちらですね、5人のプレイヤー皆さんにこの権利があります。そして、勝利チームのゲマゲマの質疑応答が終わってから、こちら惜しくも敗れてしまった、DFM の、5名の皆さんにも質疑応答の時間1分ずつですね取っております。はい、ではですね、ゲマゲマ見事勝利したチームゲマゲマの皆さんから質疑応答を始めていきたいと思います。まずはジャスパーさん。はい、ここからはですね、勝利チームからの質疑応答となりますが、誰とお話しされますか？たぬき忍者で。たぬき忍者さん、はい、はい、ではたぬき忍者さんいらっしゃいますか？はい、はい、ではここから質疑応答1分間です。明らかにまず一つ、うん、口数が少なかった、うん、いつもやね。いつもなんだけど、もし人道なんてさっきのさ、スタンにも指摘されたじゃんか、はいはい、だったらもう声を出して人狼じゃないっていうのを証明するかなと思って、もし人先言われ、ね、あの市民だったら、うん、あで、あのタリックをピックしたことによって、もう自分だと何もあのロール変わられちゃったから、うん、あのもう黙るしかなかったんかなっていう印象だったけど、どう？タヌキ。あー、タリック、うーん、はい、残り10秒です。ごめん、もう一回言って。残り10秒。あー、いいやつだけど。はい、質疑応答終了です。でも疑わないでほしい。でも
ネットを炸裂しましたが、はい、ジャスポーさん、はい、どなたに投票いたしますか。あ、もう入れるんですね。はい、ちょっと待ってよ、でもリンゲわかんない状況だもんな、もうこれ。いやでもスタめっちゃ待ってたもんな。でもファースト、たぬき忍者で、すいません、たぬき忍者選手に、1票ですね、入ります。続きまして、ライジンさん、はいはい、お疲れ様です。質疑応答どなたになさいますか。ジャスかな。ジャスパーさん、はいはい、では質疑応答1分間です。まあ避けれるスキルを避けてて、で最後の方に避けなくなるっていうところがまずあって、いつ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 、まあ、エズリアルのスキルとか、まあ、ラックスのスキルとか、まあ、避けれるだろうなっていうのを避けなくなり始めて勝ちそうだったから、でそれプラス、まあ、もうなんか負ける要素ドラゴンぐらいだなと思ってたら、ドラゴンでリコールめっちゃし始めるから、まあ、これ怪しいなと思って見てて、でもシャルさんと2択で迷ってるっていうだけの質問することはあんまないかな、ジャスパだと思ってます。以上です。はい、はい、まあ、ありがとうございます。ミッドのはフラッシュはあの Q は使ってたからね、一応ね。Q は使ってフラッシュはあったけど、ラックスのウルト女子なんかなと思って、で結果ゼロですよ俺。まだあと10秒ありますね。まあ、結果ね、結果ゼロですよ。いやいや結果ね、で、あ、もうでもシャル3、2、1。はい、質疑応答終了となります。それではライジンさんはどなたに投票なさいますか。ジャスパーで。ジャスパーさん、はい、ではジャスパーさんはお手元で1と。続きましてシャルルさん、はいはい、お疲れ様です。どなたに質疑応答なさいますか。ジャスパーで。ジャスパーさん、はい、はい、では質疑応答1分です。いやもうなんかトップ正直敵がたくさん消えたんで、あんまり他のとこ見てないんですけど、まあなんか最後に終わる直前すっごい嫌そうな声出した気がするんだよね。そこちょっと聞きたいなって、怖いねみたいなこと言ってた気がする。嫌そうな声、なんかみんなで勝ってうわネクサスやみたいな時になんかめっちゃ嫌そうな声出てた気がするんよね。あれは何だったのかって聞きたいかなって。本当にそれだけなんだ。本当に自覚ないっす。出てた出てない、出てないって。みたいな、なんかそれで言ったらニンニンも出してないからね。別にニンニンは喋らないから。ずるいわそれ。そうですね、勝ったやったの瞬間で冷静なんですね。はい、残り10秒です。それだけなんよね。だからなんか、あ、無意識だった。うん、3、2、1。喜んでたけどな、普通に。はい、終了です。質疑応答終了となります。それではシャルルさん、どなたに投票なさいますか。ちょっと一緒に勝ったのに喜びが足りなかった、ちょジャスパーさんでお願いします。ジャスパーさん、はい、それではジャスパーさんに、指を2本にしてください。ありがとうございます。それでは続きましてたぬき忍者さん、はい、ジャスパーさんで。ジャスパーさんで、はい、ではジャスパーさんいらっしゃいますか。はいはい、では質疑応答1分です。なんだろうな、もうなんか細かい操作とかは、まあ、ちょっとあれなんだけど、なんかその時間を無駄にしているところが多かったなっていうのが一つあって、なんかあのボットレーンでなんかピンクワードあったから、あのリコール8秒ぐらいした後に、あ、ピンクワードあるとか言っていきなりリコール止めて割り出したり。いや、それはするやん。いや、それは帰る。それは帰る、自分は帰る。で、あとはもうウィンドウショッピングっていうか、なんかショップをなんか30秒ぐらい眺めてて、慣れてないやん。30秒は嘘かもしれないけど、ずっと眺めてて、ちょっと時間を無駄にすることによって、足引っ張ってんのかなってちょっと思いました。泣きそう、泣きそう、泣いていい。残り10秒です。頼むから自分から名乗り出てほしい犯人だったら。やばい。そんな終了とあるか。はい、質疑応答終了です。たぬき忍者さんは、どなたに投票なさいますか。ジャスパーさんで。ジャスパーさん、ではジャスパーさん、うん、3本になります。はい、それでは最後に、スターミさん、はいはい、どなたに質疑応答なさいますか。いや、ジャスパーさんで。
あ、スタミさんいらっしゃいますか。あ。はい、どなたに質疑応答なさいますか。ジャスパーさんで。ジャスパーさん。はい。質疑応答1分間お願いします。やってない。いや、もう。いや、お前は俺の目の前でやったことが何個もある。いや、あの、いい、あの、もうボット、俺が助けてって言った時に、いいで壁ドンしなかったもの、ちょっと、あそこからもずっと怪しいと思ってて。で、レイスの、あの、俺のクリープ1個。これはキャリーやん、俺は。取った。で、俺最後ね、俺ね、ジャスのこと最後の手段戦、ずっと見てたんだよ。ポンさんの、あの、アニビアのアルティメットの中に Q で入って言ってたの。あれはでも壁ドンでキャンセルするためやん。違う、もう、アルティメット外から、アルティメットの中に突っ込んでいったの。トン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 、トコ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 って。やってない、やってない。そんなことあったの。やって、でも最後の最後、もう、なんか、ヨリックが、あの、大軍勢くれて、バロンミニオンの大軍勢連れて、もう終わる。確定な時に終わるか終わるかって一人で言っててこんな終わらはずないやんと。はい、終了です。質疑応答終了です。それではスタミさん、どなたに投票なさいますか。ジャスパーさんで。ジャスパーさんで、はい。ではジャスパーさん4票となりました。あの、すいません、はい、質疑応答タイムめっちゃおもろいですね。めっちゃおもろいです ね、この1分間に全てが集約されてますね。、まあ、誰が人狼かまだ分かりませんが、こちら勝利したゲマゲマチームでは、うん、ジャスパーさんが4票ということになりました。続きましてですね、惜しくも敗れてしまいました、DMF の皆さんの質疑応答タイムとなります。気になる、皆さんいらっしゃいますでしょうか。まずは、エビさんから。はい、はい、お疲れ様です。質疑応答どなたになさいますか。はい、ギズモで。ギズモさん、はい、はい、はい、いいですか。もう DFM ね、失礼しました。 DFM、 はい、デトネーションフォーカスミーね、失礼しました。はい、どうぞ。はい、それでは質疑応答1分間です。はい、ギスモさん、はい、まあ、僕結構、まあ、ギスモ、まあ、ギスモ6割セロス4割って感じなんですけど、ああ、まあ、残りは、まあ、残りはってか、あの、もしかしたらカズタとユタボの中にいるかもしれないなと思うんだけど、はい、まあ、正直ちょっと2人怪しいと思ってて。いやもういいもういい。で、はい、あのギスモさん結構なんかラックスでさ、はい、夜ルートがむちゃくちゃだったように見えるのね、結構。いや、でも、両方説明したじゃないですか、死んだシーン、インゲームで。いや、説明されたけど、別にそれで納得全然できないっていうか、そ別にそれ納得できないなら、まあ、今聞いても納得できないので、その質問意味ないですよ。いや、分かった。じゃあ分かった。はい、質問変えよう。はい、誰が怪しいと思う、逆に。僕は、ユタポンだと思います。あーね。ただまあ、不安要素他にあるんで、それ質疑応答で確認したいって。はい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 。いや、僕死んだのは正直焦ってフィードしましたね。やべ、何かしなきゃって。カサリンさんは多いと思うんだよね。すいません、質疑応答終了です。はい、ということで1分早いですね。応答、はい、めちゃめちゃ鋭かったですね。なんていうんですかね、対話が通じないということを一瞬で分からせてくれる感じが良かったですが、エビ選手、こちらどなたに投票なさいますか。いやー、ガチで迷うんですけど、まあ、ギスモで。ギスモさん。お願いします。はい。はい。じゃあ、ギスモさんに1票入りました。続きまして、ユタポンさん。はい。はい。では、ユタポンさん、どなたに質疑応答なさいますか。カズタさんにお願いします。カズタさん。はい。はい。では、質疑応答1分間です。まあ、カズタ、白だと思う。まあ、これ、カズタを疑ってるんじゃなくて、単純に誰が怪しいか聞きたくて、はいはいはい、あね、誰だと思うって話、単純に。その、マジで、わかんない。ジャングルかミッドだと思うんだけど。はいはいはい。まあでも、どっちも、いやでも、セロスはね、セロスは白だと思う、俺も。あのね、なんか普通に、なんか豆知識出してたし、なんかグール移植って HP 増やすみたいな。いや、そうなんだよね。うわ、育ってるなって。もう俺もギスモな気がするけど、なんか、ギスモ、エビ君なんか、フィードしただけな感じするんだよな。エビ君もシンプルに下手だったから、いやで、レンガーで、なんかこう、育ったとしても、うわ一瞬で死んじゃったっていうのもできるキャラチョイスな感じして、そう、残り10秒です。いや、まあ、でも、どっちかって感じ、俺的には。うん、まあ、そっか、どっちかだよな。3、2、1、質
質疑応答終了です。それではユタボンさん、どなたに投票なさいますか？あ、エビさんで。エビさん、ではエビさんに1票入りますので、お手元に1と、掲げていただきます。この質疑応答タイムにパワーワードが出ますね。いや、そうですね、あのシンプルに下手。もう人狼なら正直に言ってほしい。名乗り出てほしいとかね。自らねとか出資してくれみたいな話もありますが、さあ続きまして、質疑応答セロスさんに、伺います。どなたに質疑応答なさいますか？難しいんですけど、はい、ギスモで。ギスモさん、はい、はい、ではここから、質疑応答1分です。まあ、一応エビくんかユタポンかキスモなんだけど、俺の中では、はい、じゃあレーン、なんで負けた？単純に、そもそもレーンは別にそんなには負けてないんですよ。はい、カサリンが育った瞬間っていうのは、カサリンがトップロームしてキル拾った時じゃないですか。はい、それ僕一応言いましたよ、ちゃんとカサリン先トップ行くよっつって。そうですね、はい、そっから正直カサリンアイテム入って勝てなくなりましたね、ミッドは。なるほど、はい、正直、まあ、僕はミッド詳しくなくて、序盤のシーサーつけられなかったのは純粋にフィジカルスキル、ハンドスキルが足りなかったんで、まあ、そこはちょっと下手でしたけど、カサリンが育つのに関与したのは僕じゃなくて、どっちかっていうとトップジャグですかね。オッケーオッケー。じゃあロングソードどれくらい本気で勝ってたの？あれ、いや、ロングソードは本気っす。本気か、はい、いや、これ、いや、カサリン相手、相手が雷神さんってのもあって、結構、育ったらやばいなと思って、序盤、有利取んなきゃなと思って積んだんですけど、ファーストブラッド取っちゃって、まあ、ドラリン勝ってあんま意味なくなっちゃいましたね。はい、なるほど。終了です。質疑応答終了となります。はい、ということで、こちら、セロスさん、どなたに投票なさいますか？エビくんで。エビさん。それではエビさん、こちらですね、指の方を一つ増やしてください。さあ続きまして、カズータさん、はい、質疑応答どなたになさいますか？あ、じゃあ僕も、じゃあユタポンで。ユタポンさん、はい、はい、では質疑応答1分間です。ユタポンさ、うん、俺隠しろ早かったよね。早いね。でその後さ、いいプレイもした、 TP 止めたりいいプレイしたけど、なんかその後のプレイやばかったし、俺からするとなんか囲い込んで、まあ、どうせトロール いくらでもいるじゃない、うちのチームって。で、ね、質疑応答の時も、もうさっさとギズモとかイビクにフォーカス当てるために、その俺を囲ってきてないって感じで感じたんだけど、どう？そこ、まあ、単純にまずプレイは、正直今回カサリン育ったじゃんって、ピックの時もカサリン以外は2は刺さるなっつってたけど、カサリンが育っちゃったから俺ミッドにもロームできないし、ボットでまあペチ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 いじめるだけで、まあ、ギャンクも来て結構まあプレッシャーもかけづらかったけど、まあプレートは取れてレベル差もつけたじゃん。残り10秒です。まあできることはしたかって感じで、単純にそれ以外はマジでもう3人って誰か分かんないから、まあ数は白だろうなって感じで、とりあえず終了です。質疑応答終了となります。さあそれではカズータさん、ユタポンで投票します。ユタポンで、はい、はい、じゃあユタボンさんに1票入りました。まさかの囲い込みを疑う。こういうね、深い読みですね。読みが深いですね。コーチならではかもしれないですね。さあそして、こちら最後、ギスモさんいらっしゃいますか？はい。はい、質疑応答どなたになさいますか？エビさんでお願いします。エビさん。それでは、エビさんいらっしゃいますでしょうか？はい、質疑応答1分間スタートです。はい、まあ、正直エビユタポンで悩んでて、ほぼユタポンなんですけど、1個だけ確認したくて、僕さっき話したセロさんと話したカサリンがトップ行くよって言った時に、その 2V2 を強行した理由っていうのを聞きたくて、なんであそこでファイトし続けたのかなっていうのだけ教えてもらえれば。まあ普通にそもそもサクッと、まあてか1人は殺せると思った、はい、で1人は生き残るかなぐらいだった。そもそも別にキルトレードになっても別に悪くないかなぐらいだった、俺的には。ちなみにめちゃくちゃ惜しかった、ファイト自体本当に。アムムマジで即死しそうだったから。ああ、なるほど。でアムム殺してバズセロスさんが死ぬぐらいなら、まあ1ストレートで俺もレンガーでキル食えていいかなみたいな。でヨリックのフラッシャーもバズさせてるから、はい、まあでしかも寄った上で1ストレートなら別に美味しいじゃんそれって。ああ、カサリン来ても大丈夫だなと思ってやった感じですか。そうね、うん、
なるほど、わかりました。大丈夫です。はい、はい、ということで質疑応答終了となりまして、ギスモさんはどなたに投票されますか？じゃあ杉浦優太さんでお願いします。杉浦優太さんに1票入ります。はい、はい、ユタポンさんですねということで、こちら2票の方がお二人、エビさん、そしてユタポンさんが2票ということで、ね、先ほどと同じように決選投票に、はい、をさせていただきます。こちら2票のですね、エビさん、そしてユタポンさんは、一言二言の、弁明をしていただいて、残った、セロスさん、カズータさん、ギスモさんは投票だけをしていただくという形になります。まずは、エビさんからこちら最後の弁明をお願いいたします。はい、まあ、ぶっちゃけユタポンちょっと俺の中では薄かったんだけど、まあ、周りから見てそういう風に見えたっていうなら、もしかしたら俺が単純に白をもう白殴りしてるだけだったかもしれないとは思ってて、ちょっと今、まあ、もしかしたら普通にじゃあユタポンなのかなって感じかな、うん、もしかしたらセロスとギスも白だったのかなと思ってはい、まあ、そんな感じですね。ありがとうございます。さあ続きまして、ユタポンさん、最後の弁明をお願いいたします。まあ俺はそもそも序盤でエンディング勝ってミッドの TP も止めたし、正直その後できることがそもそもなかった。まあカサディンがマジで育ちまくっててアニビアじゃ何もできないんだけど、まあその上でわこれ敗色、ま、あのもう負けだなって思ってるタイミングでわざとああいう壁捨てたら逆にマイナステーションも何もしなくても負けるんだから、単純にミスった正直壁ミス、あの変なのが多かったのは、だってあそこで本当に意味なくないですミスるってか、その、わざと敵側にやる意味が。勝てるもん、このチーム。はい、ということで、弁明終了とさせていただきます。それでは、セロスさんから投票先を伺いたいと思います。セロスさん、どなたに投票なさいますか？本当に悩むですけど、どうしよっかな。じゃあ、ユタポンで。ユタポンさんに。はい。では、ユタポンさんに1票入ります。はい、続きまして、カズータさん。いや、もう、はい、もうユタポン一択です。はい。もう、普段のあれで分かりません。はい、ありがとうございます。続きまして、ギスモさん。はい、まあもう、決まってはいるんですけど、一応ね、ユタポンさんですかね。ユタポンさんに1票入ります。それでは、ユタポンさんが決選投票で3票となりました。はい、というわけで、最も疑わしいとなったのはユタポンさんでした。さあということでですね、皆様、2チームのですね、皆様に投票の方をしていただきました。あいずさん、いかがでしたか？いや、結構なんか自信満々に言ってますけどね、うん、当たったらいいですけど、外れてた時はどうなるのかっていう、ね。まあ、そっちの雨が降るかもしれないですよね、ちょっと、ね。そろそろでもね、うん、DFM は当てないと。DFM はそうですね、当てないと。はい、1回目も当ててないですからね、うん、ちょっとそこに期待したい、ね。そうですね。はいはい、というわけでですね、投票の結果、1つ目がジャスパーさん、そして、こちら2つ目が、ユタポンさんとなりましたが、まずですね、ゲマゲマチーム人狼はジャスパーさんでした。下手すぎ、皆さん下手すぎ、下手すぎ、下手すぎ、下手すぎ。俺はやってないが開幕のね、あの返しだった時はもう終わったなと思いましたはい、そして、DFM の、こちらチームの人狼、ここ大事ですよね、ここが大事ですね、疑われたのはユタポンさんでしたが、人狼はエビさんでした。おー、マジか、マジか、まあまあねえよな。いや、カズコーチが普段と違うもん、自信あるって言ってた、あの普段は言ったユタポン選手の何を見てたんでしょうね。コーチ、全然コーチ選手を見ていたとしたら、違うんですよ。ユタポンがございません。ユタポン、語尾に端芝つけるんですよ。はい。さあ、ということでですね、こちら、2試合が終わりまして、お時間が予定していたすごいものすごい時間に今なってるんですけど、これちょっとですね、どうしますか、皆さんのご予定を伺っていると、今ここで。どうですか、すいません、ご参加いただいている皆様はですね、
もう一試合いけるかどうかの確認を今この場でさせていただく形になるんですが、ずるくね、ずるくね、それはそれは言えん、言いにくいですよね、言いにくいよね、声抜けれないだろう。すいません、22時までの予定だったんですよね、はい、すいません、無理だろここから。